オートレースプレミアム G1 第37回レディースチャンピオン、今日5日目の前半カードは一般戦線でありますが、100満点のレース、これまでの4日間と変わりはありません。迎えるカードは第5レース一般競争です。対戦メンバーは1号艇実森美優、2号艇今井由里、3号艇鎌倉涼、4号艇山下祐樹、5号艇金田由紀子、6号艇西橋奈美、以上6選手の対戦です。スタート展示同様、定番通りの進入スタイル、絶好枠実森美優がインコースの進入です。今日の1走目落水アクシデントということになりましたが、しかしながらコーナーごとの全速攻撃、先頭艇に肉薄、初日同様猛烈な追い上げを披露いたしました1号艇実森美優がインコースに構えます。そして2コースには2号艇今井由里、初日以来の白星狙います。 G1 2勝目となるでありましょうか2号艇今井由里、3コースには3号艇鎌倉涼です。予選最終日の2走は振り枠、惜しくも準優勝戦には届きませんでしたが、しかしながらここはなし優位に勝利をものにするか、3号艇鎌倉ここまでガスロー、4号艇山下祐樹4コース角1、5号艇金田由紀子5コース、そして6コースは6号艇西橋奈美です。2本持ちの手枷足枷の状況、スタートは無理できませんが、それでも道中その持ち前のスピードターンであっという間に名犬争いに参戦してまいります西橋。第5レース一般競争、1番2番3番ダッシュ4番5番6番スタートしました。スロー勢特に2、3コース、2号艇今井由里、3号艇鎌倉涼、好スタート、2コースから先制まくり、2号艇今井由里に懐まくり差し、狭いところを狙う3号艇鎌倉涼、少々バウンドバックストレッチ、2コースまくり決まった2号艇今井由里が先頭、2番手争い3号艇鎌倉涼に内から6号艇西橋奈美、外からは4号艇山下祐樹、後方5号艇1号艇、第5レーススタート正常です。早くも独走ぶっちぎった2号艇今井由里が2マークトップでクリア、2番手争いは6号艇西橋奈美が鋭く中途から飛び込んでくる、混戦突破、単独2番手6号艇西橋、さらに先頭を走る2号艇今井に迫ろうとしましたが、ここはリードを広げた2号艇今井、上位体系目下のところは2番6番3番です。レースは2周の1マーク、3番手から内に進路を変えた3号艇鎌倉涼が切り返しを狙うが、握って回った6号艇西橋突き放す、さらに先頭を走る2号艇今井にまた差を詰めようとしますが、ここは先頭2停止半リード2号艇今井由里、上位体系は2番6番3番です。後方4号艇1号艇5号艇が続いています。じわりじわりと先頭2番手間隔詰まってまいりましたが、2号艇今井由里が2周にマーク先取り、鋭く内を狙ってくる6号艇西橋並みの差しアンドル、しかしここも先頭を守る2号艇今井由里、上位体系は2番6番3番、最終周回に入っています。2停止半リードを保っている2号艇今井由里が先頭、コーナーごとの鋭い攻め、6号艇西橋並みが追い上げますが、3周1マーク、3番手は3号艇鎌倉涼、2番6番3番の体勢、ここは先頭リードを広げたか、2号艇今井由里通算500勝目は目前となっています。6号艇西橋並みが2番手、3号艇鎌倉涼3番手、2番6番3番の体勢、3連単263で決まると 53.6 倍を示しています。ラストコーナーからホームストレッチ、2号艇今井由里が先頭、6号艇西橋奈美2番手、3号艇鎌倉涼が3番手、上の体系2番6番3番で第5レースゴール、先頭2番今井ゴールイン、2番手6番西橋ゴールイン、3番手3番鎌倉ゴールイン、4番山下、1番実森ゴールイン、ラスト5番金田ゴールインです。